ではまずもうパッと目の前にいきなり置かれているんですけれども、この趣旨および経過説明を入竹西課長の方からよろしくお願いいたします。こんにちは。本日はお集まりいただきありがとうございます。今回の大浜信人先生のですね、小冊子の発行とそれから、看板の制作はですね、教育委員会の未来を開く人づくり事業の一環として、行っております。石垣市の名誉市民である、元早稲田大学総長の大浜信人先生の功績を紹介した小冊子とそれから一訓を期した看板を、制作したところであります。でこの小冊子はこれから小学校4年生以上の児童と中学1年から3年までの、全生徒に配布を予定しております。看板につきましては市内25校において、児童生徒だけでなく保護者や地域の方々が見える場所に、掲示をしてもらうということになっております。今回の授業、昨年10月に八重山工業株式会社の東隆弘代表取締役社